ちやも TV のかあちゃんでございます。今日はですね、告知がございます。久しぶりですね。全国ですね、つつうらうらいろんなところで開催させていただいてます、プロショップさんとビチャーモールがですね、コラボレーションして、我々がプロショップさんの軒先に行って買取イベントをやらせていただこうという、こちらの、コラボ買取イベントなんですけれども、3月16日17日はですね、岡山県と香川県に出没させていただきます。コラボレーションさせていただくのはですね、ウェーブバイクスさん、これ以前も確か開催させていただいたと思うんですけれども、3月16日は総社店、岡山県ですね、こちらで開催させていただきたいのと、翌日3月17日は丸亀店、こちらは香川県四国ですね、こちらの方でそれぞれ開催をさせていただきます。お時間ですけれども、3月16日総社店ではですね、11時から17時夕方の5時ですね、までの開催となっていて、翌日ですね、日曜日3月17日、丸亀店さん、こちらではですね、11時から16時夕方4時までの開催となっております。買取品ですけれども、いつものようにですね、ロードバイク本体はそうですね、もちろんそうなんですけれども、ホイールとかフレームとか、あとスマートローラーなど大物の商品ですね、それ以外もですね、サイクルパーツ、アパレル、コンポーネント、そういったものの買取もさせていただいておりますので、ぜひお近くの方はですね、ご来場いただいて、これいくらになるかとか、買えるのとか、お尋ねいただければいいかなと思います。買い取りにあたって注意点がいくつかあってですね、まず持ってくるものですね、身分証ですね、免許証とかマイナンバーカードとか住所が書いてあるですね、身分証の方、ご持参いただきたいのと、あと未成年の方はですね、承諾証が必要になってきますので、そちらの方も気をつけてご来場ください。それからですね、お振り込みのみの対応になっております。当日現金のお渡しございませんの で、そちらちょっと気をつけていただければと思います。ですのでですね、3月16日17日はですね、ウェーブバイクスさん、16日はですね、岡山県総社店さんですね、17日はですね、香川県の丸亀店ですね、こちらで開催になっておりますの で、ぜひご来場いただければと思います。総社市は自分実はね、ブルベで一度走ったことあるんだけど、丸亀って結構離れてたと思うんだよね。確かね、瀬戸大橋渡っていくんだけど、結構これスタッフだって夕方5時に終わって翌日17時、11時でしょ、いろいろ片付けていってっていうと結構ハードスケジュールだと思うんだけど、頑張りますね。これ行くのね、スタッフ、アシア店のね、スタッフがお伺いしますので、当日ですね、スタッフお見かけしましたら、いや結構ハードスケジュールだったですねと、ねぎらっていただければいいかなと思います。それではですね、16日17日はですね、ウェーブバイクスさんの方にぜひ、お越しくださいませ。バイバイ。